にちは。今からカレーライスを作ろうと思います。初めての料理配信です。よろしく。さあ、焼きましょう。まずご飯、何個です？何個する？声いる？声いらない、何？もうすごいこれ。このボール、すごくない？お米とく専用のボールだし、ここに穴が開けて、水捨てても米が落ちないんですよ。すごいね。もうすっげえ便利、このボールだし。まあなんか、コメントするごめん、カレーだな。そう、カレーです。皆さんこんにちは。字がちっちゃくて読めないんだけど、字がちっちゃくて読めない。素敵な靴下の色ですね。靴下見えるのやば。靴下見られちゃった。やば、ありがとう。靴下、これ大好きな靴下です。いや、あの、なるほどさ、あの、僕の靴下をここに置こうと思って、昨日の DM で無事しませんか誘ったんですよ。誘ったら、あの、家が遠かったから、これとしたら秋かなみたいな感じで終わりました。だからまだ彼女もできません。だからどうかしら。確かにそうか。ちょっと女子力のある映えカレーを作ろうか。いや、ちょっとね、これね、文字が小さすぎて読めないんだよね。じゃがいもメイクインか。ただのじゃがいもです。普通のじゃがいも、普通のじゃがいも2個。メイクインはじゃがいもの品種ですよ。まあ、じゃあ、このじゃがいもは新じゃがでもないし、何じゃがだこれ。じゃがじゃがじゃが。新じゃがじゃが。新じゃとか。ピントが合ってるんできる。ピントが合ってない。え、ピントが合ってないの。せっかくじゃがいもとか映してるんだけど。やばい。一緒にいらっしゃるのはココイチさんですか。うわ、バレた。どうする。本当のこと言っちゃう。バレた。どうです、ココイチさんですよ。ココイチさんはカレーが大好きなので今日はカレーを作ります。カレーだけにココイチうまい。そうなんです、カレー大好きココイチさん。料理全然進まない。どうしようこれ。お腹空いたんだけど。すみません、ちょっとみんなでコメントしまくって料理作れないようにしようぜ。このまま夜中まで引っ張ろう。いやでもマジでこのまま行ったらさ、まださ、お米溶いただけだからね今のところ。さあ見てください、16穀ご飯、たっぷり食物繊維、毎日の食卓に彩りをされた味わい穀物ブレンド、これをご飯の中に入れていきます。2、3合にこれ1袋。今日は1合だけど1袋入れちゃいます。お、水平気かこれ。水少ないな。ご飯は固めが好きだよ。ここに入れたよ。入れたからこれをただ混ぜるだけで、違う、混ぜて確かに 30ml くらいだけど、あ、水がめっちゃ多かったかも。捨てた方がいいかも。今からパナソニックの炊飯器でご飯を炊きます。早炊きの炊飯。よっしゃ。早炊きはやめとけだって。え、早炊きはやめとけ。なんでなんで。だってダメさ、早炊き終わるぐらいまで料理が終わらない気がするんだよね。早炊きさ、え、料理さ、時間かかると思う。かかりそうじゃないこの流れ。どうする。いや、早炊きでいいか。普通に炊いて、みんな普通炊いて。じゃあ普通だけにしよう。普通48分後にご飯が炊けます。だってさ、この後炒めてさ、グツグツ煮込むでしょ。だって飴色になるまで炒めるんだよ。飴色でいこうじゃないの。30分とかで終わりそうなね、イメージだった。まあ、気のせいか。さあ、早速カレーを作っていきます。奥間のカレー、これはハウス食品のカレー、中辛です。中辛、はい、ウォーター来た。忙しいねこれ。料理以外で忙しいね。進まない。で、3杯飲みとか。3杯はうめぇ。ウォーター。え、ちょっと待って、水分補給さ、これ制限かけてないから一生なんか。やばい、地獄。ちょっと待って、やばー。1、2、3、
三四五六七八九十。ちょ設定変えなきゃこれどうしよう。やばい。10回以上の水分補給はちょっとノーカウントにしよう。こんな感じはポチャポだ。そうだよ、この配信のためにさっきトイレに行ってきたからね。でもこんなに飲まされると思う。よっしゃ、行きます。このカレーは8人前なので2を半分だけ使って4人前作ります。4人前ね。僕がなんか見える見ためっちゃ黄色く、ここが具材を炒めて水を入れて煮込んで、ルーを入れて煮込む。簡単だね。あ、そうだ、肉も買ってました。肉、あとはキュウリのキュウちゃん、これは欠かせません。カレーにはまな板は水で濡らします。水で濡らすと具材の汁がつきにくくなるからいいらしいよ。じゃあキュウちゃんをここに飾っておいて、どうじゃない、カレーも見えてるのかな、見えてるか、見えてることにしよう。見えてるから、みんなこの見事な手さばき見えてますか。このじゃがいも向きの達人の腕を。結構さ、最近料理を始めて、もう今までは見た目のいい鮮やかな料理を作れるんだけど、味がねすげえ遠くもなかったんですね。だからもう食べても食べなくてもいいやってなんかテンションだったんだけど、最近レシピを見て作るようになったから味が美味しい。だからちょっとだけ料理を楽しくなってきた気がします。ちょっとね、包丁さばきは本当に気をつけるんですよ。これ玉ねぎ、ここはずっと多いのか。
うまいね。あかんよ。あ、ちょびだ。人参がロカルトしました。人参がロカルトしちゃった。やば。これ、周りが向きがあって、こっち向きだね。多分、こっち向きにいると多分ダメだね。でも、こっち向きにいけば、何が出ません。へぇ。全然ダメだね。こういうとこね。ワッショでも涙出そう。涙出てもいいやろ。泣いてもいいんじゃよ。優しい、優しいな、みんな。優しいぞ。ケアに出とうじゃないもの、ラブレーションです。さあ、いい音だ。なんか見えてんのかな、これ。見えてる見えてる。今ね、超いい感じに見えてるよ。いいね、いいね、いい感じだ。ちょっと火が強いな。おー、綺麗。見て、綺麗な色のコントラスト。何このチャラ男たち、料理雑。いや、みんなあの表面的に見てれば料理雑に見えるかもしれないけど、出来上がったカレーを見たらめっちゃ映えてくると思うよ。でもね、写真撮るのがうまいから映えてくるの。そういう方が多いのかな。でも肉入れたらさ、じわーってこれさ、水入れて煮込むの15分じゃん。お書いてあるじゃん。おで、最後もさ、10分煮込むじゃん。おご飯出来上がるのが22分やっぱりまあ、ちょっとあの、炊飯器は、あの昔の炊飯器はご飯が炊けてから蒸らしてるでしょ。うん、だけど、でも最近の炊飯器は頭がなくて蒸らす時間が必要ないんです。だから炊けたらもう食べられる。だから、ご飯の方が先にできちゃう。そうなんだよね。ちょっとね、この料理配信では豆知識をどんどん凝していこうと思いますよ。って言っても料理、料理できる時間に塩コショウでいいの。あ、塩コショウするの。塩コショウしてみるじゃん。わかんない。そこじゃないでしょ。違った。ちょっと豆知識をしてみよう。あのね、野菜の表面を焼くとちょっと固まるでしょ。だからそれで煮崩れがしなくなります。だから煮物とか、まあ、肉じゃがとか作るときはぜひ、最初から煮込むんじゃなくて油で炒めてから、表面を固めてから煮込んでみてください。そうするとあの煮崩れしません。ノンヒットオイル。オイル入れたよ。オイルね、はい、オイル、オイル、オイル、これ成功ですよ。成功的なと思いました。オリーブオイルでカレーはって言って、え、なに、サラダ油持ってない。このカップを使って600ミリの水を入れていきます。水、水、ダメだよ、入れちゃうとさ、あ、そうです、ウォーターされるから。やばいやばい。水を入れたら弱火から中火で、アクを取り、具材が柔らかくなるまで煮込む。沸騰50、沸騰55分か。じゃあ、中火で。ねえ、ご飯17分後にできんだけど。まあ、引きずな。もうめっちゃ湯気出てるよ。ほんとだ、いい匂いする。いい匂いする。これ、顔さ、上に焼くめっちゃ熱いやけどするよ。あ、でも、炊きたてのご飯の匂い。当たり前じゃん、炊きたてだぞ。え、これしばらくさ、うん、なんかこう、映えないところ、なんか変化ない。あ、枝豆あってた。あ、枝豆、枝豆をね、かけちゃう。枝豆いいじゃん。枝豆しよう。枝豆、枝豆です。で、枝豆どれくらい食べる？だったらいっぱい食べる。すごいしょうもないこと聞いてもいい？いいよ。枝豆を食べるときにどうやって食べるか。ブンブンって、あの、押して押したら食べる。何言ってる？僕全部口に入れてこう引き出すか。そういう俺じゃっけ。マジで飲み会とか行ってさ、あのおっさんがさ、枝豆皮ごと全部口に入れてさ、ブンブンってさ、羽出せてるやん。若さマジで汚いこと。どうもやじみたいな思うわ。これだけで友情の亀裂だって本当や。本当本当そう思いますよね。